太郎母さんが愛情を込めてミッチーのために焼いてくださったローストビーフです。脂身の少ない上等な部位を味付けせずに野菜の旨味と一緒に焼き上げてくださいました。なのでミッチーの好きなシソも添えて、揚げたいと思いますけども、匂いに誘われてそわそわしているミッチーです。では、はい、母様からの愛情をしっかりお食べ。何、シソか、あ、おいしいよね、そりゃミッチー。で、ここに羨ましそうに見るカンタ、カンタも後であげるからね、待ってねって言ってる間にもう半分以上食べてしまいました。シソなんかいらないね、もうちょっとお野菜が分けてあげましょう。基本お野菜は食べないですね。うわー、もうミッチーめっちゃおいしいね。写真も撮らねば。ミッチー完食しました。あ、一個残ってる。もちろん気がつきますね。食べました、完食しました、完食しました。ミッチーさん当然ですよね。美味しかったね、ミッチー。母様にお礼を言うんだよ。うん、私じゃないんだよ、トロクのお母さんだよ。美味しかったね。あんちゃん、なくなっちゃったね。やばいよな。なっちゃった。どうする、どうする。あんたにもありますよ。あー、みっちー、ごちそうさま。すっげー美味しかったね。あるよ。まだ食べて、今から。みっちーが先のままね。簡単。あるよ、あんたの分ももちろんあるよ、待ってね。もちろんカンタ君にもあげます。さあおいで。ん、あげるあげる、そんなことしなくたってあげるってば。あげるあげる、はい、おいで、はい、座り。いや、そんなことしなくたってあげるってば。うん、お座り。待てよ、よし、よし。顔が必死だもんな、目がいっちゃってる感じで。あー、おいしい、あー、おいしい。はい、一気食いです。そりゃそうだよね、高級ローストビーフだもん。こんなの一生に何回かした、何回も食べられないかも。あー、もうあっという間に終わっちゃった。かんちゃん終わっちゃった、かんちゃん終わっちゃった。ローストビーフをいただきます。気がつきましたね、トロちゃん、気がつきましたね。では起こしてあげましょう。はい、トロちゃんどうぞ。はい、はい、どうぞ。はい、はい、どうぞ。
美味しいもの食べたことないかもね、タロチー。